ついでだ、気にするな。あまり悩みすぎるな。ロキだ。あ、おう、ちょうどいいところに帰ってきた。これから草薙と行動を共にしようと思っている。お前が無視をするから寂しいらしい。おい、近づくな。それはなぜだ。お前にそんな権利などないだろう。どうしてもだ。理由なんてどうでもいい。とにかくこいつと親しくするな。わかった。では、俺の代わりにこいつと一緒にいてやれ。それはできないのか。もう心は決まっているはずだ。素直になれ。くそ。別に避けてなんかないよ。話し合える状態じゃない。そうじゃない。そうじゃないけど。
ごめん。何がわからないんだ、クタナギ。俺でよければ相談に乗るぜ。こういう時は誰かに話すのが一番すっきりするってもんだ。そんなの簡単だ。好きなんだろ。じゃなきゃそんなに悩んだりしねえよ。なんとも思ってなきゃまず考えもしねえよ。状況がちっと面倒だが、それで揺れてるだけで十分好きじゃねえか。ロキのことで今一番悩んでること言ってみろ。そりゃあ恋ってやつだな。おめえさんは今まさに恋する乙女ってなわけだ。くー、青春だね。初恋ってやつだろ。鈍いな、おめえさん。しかし、そんなに好きだったんだな。ま、早いとこ。ちゃんと二人で話し合うことだな。とにもかくにも行動が大事だ。自分の気持ちに素直になって思いを伝えていくしかねえだろう。じゃあいい報告を期待してるぜ。頑張れよ。おはよう。トールに無理やり連れてこられてさ、なんか俺がいないと困るって。うん、
別にどこにも行かないよ。そこのロッカーから物を取ろうとしただけ。本日はここまでだ。解散。おいガキ、こっちへ来い。なーに先生、お菓子くれるの？バカか。久しぶりに顔を見せたと思ったらこれだ。卒業から一番遠いところにいるやつの態度か。いつまでも私の時間がこんなことに取られるのはごめんだ。真面目に取り組め。永遠に卒業できんぞ。永遠に？可能性は否定できん。話は以上だ。大丈夫じゃなさそうだな。会話ができればいいのか。そうか。では機械を作ろう。まあこれでも付き合いは長い。ただその後はお前次第だ。気にするな。任せておけ。おい、バルトル！どこにいるんだ？おかしいな。時間間違ったかな？
かしこんなところで何するつもりだろう。ははそういうことか。ずる賢い人間だな。泣くな。心配で放っておけないだろう。どうしてあんたは神じゃないんだよ。なんで人間なんだ。愛してたって一緒になれないじゃないか。どれだけ嘆いても変えられない運命なんてもうこりごりなんだ。なんで初めて好きになった相手があんたなんだろうな。こんな風に誰かを特別だなんて思ったことなかった。あんたと別れたくない。別れるくらいなら卒業なんてしなくていい。人間のことなんて知りたくない。なるべく考えないようにしよう。そう思ってあんたを避けた。それなのに常に考えているのは人間であるあんたのことばかり。避ければ避けるほど忘れられない。矛盾してるって自分でも分かってる。おかしいだろ。
あんたのことが好きで好きでたまらないのに、どうすることもできない。どうして人間をこんなに愛してしまったんだ。なんでだよ。なんでなんだよ。それは喜びの涙か。もう運命は動き出してしまった。避けることができないなら、時が二人を分かつまで幸せにするよ。もう逃げたりしない。